な力見せてやろうぞ。勇者力が相手だもん。先祖自分の手を滅ぼせろ。うちより溢れるだけの愛の我が力を愛うでなぞ。おー珍しいなメリア。これが私の全力だ。メリア調子だ。良い雰囲気だ。みんな貫けよ。バーティカルバルト神だ。昔の感覚が戻ってきたか。かつての戦場を思い出してきたか。ダンバフワジップロー。あと少し気を抜くでなんと驚く生かず強貫けバーティカルバルト。私たちの勝ちだな。リキ弱いやつ大好きだもん。この調子なら大丈夫だな。
やっぱり。やっぱりあれはフィオルンなんだ。モナドを受け継ぐ少年、会えました。フィオルン、フィオルン、それが私の名前。あなたは私を、この体を知っているのですか。やっぱり僕たちのことを忘れてしまったのか。でもフィオルン、ここには君のたった一人の家族が、ダンバンさんもいるんだよ。家族、そのようなものが。モナドを持つ者よ、私はあなた方に話さなければ。フィオルン、何？あいつは、またあいつか。父上を殺した騎士、あの野郎、そこからどけ。おっと、おとなしくしてくれよ。手が滑ったらまた貫いちまうぜ。卑怯な。さあ、状況が理解できたらその武装なものを渡してもらおうか。お前らを引き裂いてから取り上げてもいいんだが、楽ができるに越したことはないんでな。わかった。その代わり、すぐにフィオルンから離れてくれ。素直だね。そういうの好きだぜ、シュルーク。お前は。よう、久しぶりだな。あいつは。ムムか。まさかとは思っていたが、全てお前だったのか。やっぱ物騒だよな、モナドってもんは。よ、小僧、てめえのモナドどう変わったのかちゃんと理解してんのか。そこまでやるか。俺たちに勝つためには人殺しも辞さないってか。どの口がそれを言う。なぜ騎士の会に着いた。なぜコロニー9を焼き尽くした。ムムか。決まっている、貴様の故郷だからよ。貴様、動くんじゃねえ。こいつは遠隔操作できるんだ。こいつの喉をかき切ってやってもいいんだぜ。さてどうしてくれようかね。這いつくばって命乞いだけじゃつまんねえよな。好きになると思うだ。メリアちゃん、すごいもん。この小娘が。うかつだな、ムムカ。もう逃さん。泣きながら抑える。イズ、オラだよ。
あの体験の警告でお前の戦いに嘘偽りはなかった。それがなぜだ、なぜ基地に着いた。貴様の目が節穴だっただけよ。俺はずっとお前の寝首を描こうと狙ってたんだぜ。この揺れは巨神の身震いか。そのモナドを奪って俺が英雄になろうと思っていたのよ。それが理由か。そんなくだらない理由でお前はここにいないよ。ふるさと気持ちいいぜ、この体はいいよ。ジャンブン、手に入れは、また立つのかよ、この俺の前に。はあ、立つさ。そしてお前の心が汚れ歪んでしまったのなら、それも立つ。このモナドの力で。それがモナドを競い合った者へのせめて無の情け。いるかよ、そんなもん。今までの鬼神兵とは違う。その通りだ。モナドを受け継ぎし者よ、これは資源にして最強の鬼神兵。そう操る我は鬼神界名手、鬼神メイナスの代行者エギル。鬼神界名手、お前が全ての鬼神兵を操っているのか。しかり、巨神の支配から世界を解放するまで我らの戦いは続く。なぜだ、なぜ人間を鬼神兵に封じる。人と人を戦わせて何の意味がある。答える言われなどない。今はこの者を連れ帰らねばならん。フィオルン返せ、フィオルンを返せ。欲しいものがあるなら力を示せ。追ってこい、我らが鬼神界まで。俺も待ってるぜ、ダンブン。馬か、追うさ、どこまでだって。そうだ、追ってこい、巨神の剣モナドよ。彼の地にて迎え撃ってやろう。フィオル、フィオル。フィオルン、シュルク。フィオルン、しっかりしろよ、シュルク。こんなところでグズグズ立ち止まってる場合か。どんな理由があるのかは分からんけど、あれは間違いなく失われてなかったんだ、命は。なら取り戻そうぜ、フィオルンを。取り戻す、そうだ、そのために僕たちはここまで来たんだ。そうさ、行こうぜ、フィオルンを。あそこを抜ければもう体験の警告だ。鬼神兵たちが飛び去った方角にはガラハド要塞がある。おそらくフィオルンもそこに。行くかい、シルク。行くとも、フィオルンを取り戻すために。